皆さん、こんにちは。ひろきです。あれ？エラーが発生したって言われちゃった。皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、昼過ぎの一人語り、スタートさせていただきまーす。室岡です。室岡。はーい、美味しそう。おいしい。あーおいしいなー。あーおいしい。あーやば、今思い出した。僕あと1時間15分で面接です。まあ面接する方ですけど、はい。やばい、今アラームかけとこう。やばいやばい。ていうか飲んでていいのかな。まあいいか。まあ大丈夫でしょう。僕そんなに言わないんで、1本ぐらいじゃ、はい、ちょうどいいぐらいのテンションになるんじゃないですか。はい、そうですね。はい、だといいんですけど。はい、そうですね。はい、今日はグループの YouTube に 面接という方がいらっしゃいまして、はい、そうなんですよね。はい、まあ全然構わないですよって感じですけど、はい、あのっていうかあれなんですよ、グループの YouTube 入りたいっていう人たくさん連絡来るんですよ。で、あの空き時間教えてくださいって言ったら、あの空いてる日時をいくつか教えていただけますでしょうかって言ったら、みんな返事ないんですよね。なんだよこれみたいな。ほんとで、ようやく今回は返事が来て楽しみにします。ね、楽しみそうな音楽が鳴ってきたな。ね、面接とあとは収録、収録初収録です。コラボなんですけど初収録です。はい、カテゴリー作っとこう。あ、再生リスト。はい、そうですね。うん、うん、そうですね。初収録、英語です。英語トークです。そうですね、日本人同士の英会話、これで日本について語る。それを外国人が見て、あ、日本の現状ってそうなんだと知るという、そういう企画でございます。はい、いいでしょう。だからあの日本人向けじゃないんですよ。最初から最後まで全部英語で通すんで。はい、だから今これを見ていらっしゃる皆さんにはあまり関係のないコンテンツかもしれないですけど、まあやります、やります。はい、定期的にやります。はい、なかなかあの相手の方も賢い方なんで、はい、僕は期待してます。いろんなことが話せるの。はいはい、そうですね。まあ世界のことも喋ってもいいと思いますけどね。世界のことについて日本人2人はどう思ってるのかとかね、あのイスラエルとガザ、ウクライナとロシア、どういうことを考えてるのか。はい、まあ意見が違っててもいいんですよ。はいはい、あと日本ではこういう感じだよねとかいうことを話してもいいと思います。はい、そうですね。そうなんですよ、日本人でやるんですよ。はい、まあいいと思いますよ。はい、まあ今日はその2つだけで、あとはもう今日は一日中映画三昧と、映画をとにかくアマプラかネットフリックスで見まくるという日になっております。はい、いわゆる何ですか、あのおうちでまったりデーですね。おうちでまったりまったりします。こんなにまったりするのも久しぶりだっていうぐらいまったりします。はい、大体は一日中じゃなくて夜までまったりで、あの夜から何か
ちょっと用事みたいなことが多いんですけど、今日は一日中まったりです。はい、そうですね、はい、これは楽しみですね、はい、いやということでね、まあ今のうちに昼過ぎの一人語りをやっておこうというわけですよ。はい、そうです。もう他に YouTube でやることはなくなりましたから、はい、はい、そうですね、はい、そういうことです。もう今日は最低限のことだけをして、はい、あとはもう映画タイムです。映画タイム、はい、邦画、洋画、いや別に他の国の映画でも何でも濃いですね。はい、そうですね、はい、まあもうその場で配信しちゃおうかな、あの映画の感想、はい、そうですね、それもありですね。ね、あれですね。いやー気持ちいいなー、これビール美味しいなー。いや、いい日曜日、師走にまったりですよ。どうですかこれ、師走にまったりたまりませんなー、これは。うちは大掃除なんてないですからね、はい、いつも綺麗にしてるんで、はい、お片付けなんていらないですよ。毎日その場で使ったらそのままその場で片付けるんですから。散らかっているという状態はないんです、うちには。はい、で大掃除しないです。はい、そうですね、はい、はい、いやそうですね。まあ明日はね、明日月曜日ですよね、はい、明日は月曜日か、そっか。あ、僕は YouTube の収録しかないですね、はい、明日は YouTube の収録は午後からあるだけですね、はい、気楽なもんですよ、はい、ね、いや今日はほんとまったりだな、いいな。途中で昼寝と夕寝とかしちゃったりしてね、もうたまんねえこりゃ。はい、曲が明るくなってきたところで昼過ぎの一人語り、これにて終了でございます。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。